こんにちは。場所は内緒。あ、秘密です。あ、なるほど。秘密です、うん、まあさほどのことではないんですが、一応秘密で、今日から12月です。そうだよ、早いよ。もうこのこっから年末までわーっていっちゃうよね。ねえ、うん、駆け足で。でも今日はね、さすがに12月に入ったので、うん、寒いですよ。寒いんだよ。背中が、うん、ほっとくと丸まっちゃうんですよ。この番組では白井さんがいつも天気を伝えてくれるんだけど、よく外れてたんだけど、今日は寒いの当たってね、 11.8 度だもん、この時間でも。やっぱりね、うん、意識しないとどんどん背中が丸まるので。昨日おとといなんか、ね、16度とか17、8度あったんだからさ。ねえ、近くは子供が走ってますね、うん、あ、そう、あ、元気な男の子が今前を通りましたが、うん、子供といえば、子供といえばね、この前沼尾さんが写真付きのメール私にくれたんですよ。あ、そうですよ、そうですよ、はい、子供と写ってるので、はい、あ、沼尾さんの大発表って実は女の子も産んでたってことかなと思っておい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 、そんなことかよ。知らなかったと思ったの、違うの？よーくよーく見たら、マルハだったの。あ、なんだなんだじゃないですよ。あのですね、うん、私この日ですね、半日ばかり、子守をいたしました。預かったらしいんですよ。子守してんの、うん、そうですよ。そういうなんか仕事も始めたの。ベビーシッターなのね。それもいいかもしれませんが、いいかもしれませんがね、うん、あの頼まれて本を読んであげたりとか、うん、あのかくれんぼしようよって言われて、うん、で、うん、いいよって言ったんですね、うん、そしたら、うん、いつの間にか、うん、寝てしまいましてね。どっちがだよ、さんが、お前が寝たの。それかわいそうな子供、こんなことするな。いや、でもほんの一瞬です、ほんの一瞬、ほんの一瞬で。もうね、子供はね、そういうちゃんとした約束事は守ってあげないとグレちゃうよ、グレちゃうよ。それで違うんですよ、あのね、隠れてたのはあのマリハちゃんだった。私見つける方だったんですか。だからいつまでたってもあの探しに来ないから、でマリハも寝ちゃったとか、両方で寝ちゃって、もう起きた時には何をやってたか忘れてたっていう、そういう話。いえ、あの、ね、私が慌てて目パチって覚ましたら、うん、あの私のところにブブって来まして、うん、出てきて、うん、あのね、ずっとずっとクリスマスツリーの後ろに隠れてたの。あー、かわいそうなことすんな。もう隠れないから。ダメじゃん、ごめん、やめろよ。で、あの、そうそうそう、それでね、あの、そのことをもちろん黙ってよと思ったんですけれども、うん、川野ちゃんとあのお母さん、あの、ともこちゃん黙ってよと思ったんですけれども、電話が途中からかかってきたら、うん、マリアちゃんが電話でいきなり、あのね、ずっとね、隠れてたのバレちゃったんだよ。詐欺で喋られてしまいまして。子供は何でも言うから。ダメだよ、バレてしまいました。でもとっても楽しいひとときだったんですよ今日はね、はい、お助けマンだから。そんなダメな沼尾に今日はね、恒例のね、なぞなぞインタビューやるから。あの、インタビュー、なぞなぞインタビュー、なぞなぞインタビュー。沼尾さんは得意でしたっけ、なぞなぞは。苦手だと思うんだよな。私、あの、苦手でしょ。うん、頭脳活動ね、例によってあのインタビュー中にね、はい、またチンベル鳴らして、はい、俺がなぞなぞ出すのよ、はい、で沼はインタビューしながらさりげなくそれに答えてくれればいいから。でもね、はい、今日のはね、うん、沼の得意ジャンルだから絶対ね、あの、簡単だと思う。だけど、はい、毎回あのいろんなあの回答をね、まあどういうの答えが出るか楽しみなんだけど、はい、放送禁止用語だけは気をつけてね。あ、もちろんですよ。え、知ってる、放送禁止用語ってどういうのは。今言わないでね、知ってますよって言って。いやいや、知ってるでしょ。大丈夫のはずです、うん、そうそう、沼さん元アナウンサーですよ。川船が詳しいから、そこら辺はね、うん、あの、はい、もしドライバーが増田君だったら増田君の言うことは信用しないでね。あ、はい、わ、うん、かりました。テーマフリーだから。テーマフリーで、うん、じゃあいくよ、インタビュー、スタート。まずインタビューをですよね、うん、謎謎インタビュー、わかりました。大都会の駅の近くです。なんだよ、なんかチップだな、どうも。大都会の駅の近くです。ですよね、あ、今若い女の子2人組来ましたが、うん、ちょっと聞いてみますかね。いいよ。
もうそろそろクリスマスの雰囲気始まってくるのかな。ラジオの文化放送と申しますが、ほんのちょっとお時間をいただけますか。エリお友達お、あ、エリナちゃん、エリちゃんも、エリちゃんもぜひ一緒に。あ、すいません、じゃあ この辺でいいですか。あ、すいません、今日お友達同士で。はい、あ、そうですか。あ、お買い物に。はい、そうですか。どういったお友達なんですか。大学時代のお友達で。あ、本当。2人もでも今学生さんじゃないじゃないです。本当。じゃあ久しぶりに今日待ち合わせて、はい、お買い物、はい、1年ぶりに。あ、1年ぶりに。あ、じゃあ楽しいひとときですね。そうですか。どんなものを買おうかな。お洋服とかアクセサリーとか。あ、本当。もう済んだんですか。そうですね、これからお茶をしに。お茶をしに。いいですね。寒いからちょっとね、あったかいものもね。今日から12月ですけれども、12月といえば、シバス。シバス。シバスといいね。シバスといい。それ、12月になると、なんかせかせかしませんか。はい、しますね。なんか、ね、年の瀬ですもんね。どんなことしなきゃって思いますか。そろそろ行くよ。クリスマスプレゼントを買いに。男の人の体の真ん中でブラブラしてるものはなんだ。年賀状を書いたり。あ、年賀状書いたり、ね、男の人の体の真ん中でブラブラしてるものはなんだ、ね。ヒントは全部で4文字で3文字目がた。3文字目がた、うん、はい、あ、わかりました。年賀状はもう用意されました。まだです、これから。あ、これからね、はい。来年は確か、犬年。あ、犬の金玉。そんな感じでしたっけ。そうだ、何文字目がただわ。じゃないぐらいですかね。インタビューされてる人はびっくりするだろ。来年は犬ですよ。どんなインタビューなんだよ。限定するとね、正解はね、ネクタイ。お二人はネクタイ。あ、お二人は、まだなんでしょう、お歳暮あげたいとか、そういうことはまだそういう、もうそんなにではない。予想通りで。じゃあまず目下はクリスマスプレゼントですね。そうですね。次ね、舐められるとついつい立ってしまう体の部分ってどこだ。舐められるとついつい立っちゃう男の部分ってどこだ。ヒントはね、若い男性にありがち。あ、もう全然決まってないですね。一緒に買いに行こうって話をしてて、舐められちゃうとね。あ、ついつい立っちゃう。じゃあ一緒に買いに行って、それであれですね、スタジオさん、はいはい、そうなんですよ、うん、こちらの お嬢様方は、うんうん、何かクリスマスプレゼント、今目下の関心事ということなんですよね、うん、はいはい。だから舐められるとついつい立ってしまう、体の部分はどこだ。ヒントは若い男性にありがち。はいはいはい。そうですね、舐められるとね。彼氏はどうですか。彼氏にはどんなものとか決めてます。今タイミングを測って、ね、いろいろやりとりの中で言いたいんでしょ。あら、バッグ、はい、どんなバッグ。なんか会社に持っていけるようなバッグを。あら、買います。だってもうそんなのもらったら彼氏ももう喜んでね、チンポコが立っちゃいます。腹が立っちゃうんだよ、舐められたら人から。スタジオの男性の方がね、いや今日ね、永久保存版だね、これ。じゃあそろそろもういい感じで、なんか永久保存版だな、今日のこれ。みんな下向いてるよ、スタッフが。そうでしょうね。健康願望ないんで。次の謎なぞ。こすれば白いものが出てすっきりさせてくれるものなんだ。もうしたくないです、ね、こすれば白いものが出てすっきりさせてくれるものなんだ。あと 2,3 年すればしたくなると思います。こすればこするほど白いものがたくさん出るよ。だんだんね、年を取るにつれてそういう気持ちになるかもしれないですね。そうほら、冬が来ると雪が降るように、うん、雪は真っ白、うん、ねえ、そうそう、うん、あれみたいに、あれみたいな、何も何もあれみたい、さすがに言えなかった。あれみたいに言いますよ。もうやもう
そうか、でもね、私ね、あの、おそろい子で指輪するっていうのはすごくなんか今日いいと聞いた気がする。それしかないのか、もう沼は。よし、これはまあいいや。消しゴムだよ、消しゴム。恥ずかしがるんだ、一緒にしてくれるかな。ね、こすればしてくれてますよ。あ、ほんと私喧嘩とかもね。あら、ちなみに彼は誰に今度口に加えると美味しい味がするけど、最後には小さくなってしまうものが、口に加えると美味しい味がするんだけど、最後には小さくなってしまうものなんだ。ヒントはね、美味しいっていう人と臭いからやって人がいるよ。本当に本当に。これ聞いて笑ってちゃう。人の会社なのにこんなに。いや本当なんで。してしまってすみませんけれど。笑っちゃってください。本当に。おかしい、ね。なんだかポコチみたいな感じ。連発だよ。今日連発か、この女は。いやいや。違うよ。タバコでしょうが。ハッピーの話。タバコ。ちょっと私の方も。幸せになりました。最後小さくなっちゃうから。お時間ありがとうございましたね。あのね、あのじゃあこれからじゃ あの見に行ったりとかしますね。ね、はい、そうですか。じゃあ素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。はい、スタジオさんということですけれど。わかりましたよ。はい、臭いからやってのものあったんだ。いやね、ね、じゃあこれあの文化放送からの、うん、あの差し入れでございますので、ありがとうございます。どうもありがとうございました。いかにも本当に放送してるみたいな。じゃあね。でも本当に放送してるんですよ。いやー、まあ言ったな。馬を。いくつなのこの人？ 20？ 2 人。20代の前半だよな。いや俺ね、笑ったのはね、やっぱプレゼントあのもらうとね、たっちゃその発言はね、永久保存版にしたい。もうね、今まで考えられないインタビューでしょこれ。これね、どこに出しても恥ずかしい。そんないやー、よかったなこれ。これね、最後もう一個謎々あったんだけど、これ言われたら大変だもん。これはもう危ない。これ言わないでね、一応聞くだけ聞いてね。毛に囲まれてる体の部分で、開いたり閉じたりする体の部分ってどこだ。ヒントは全部で3文字で、まで始まって子で終わる。言うなよ。じゃあ沼尾、さようなら。